はい、こんにちは。おもチャンネルです。今回はこちら行ってみましょう。プラレール箱で買ってきたイベント限定販売車両、プラレールの東京メトロ丸の内線500型。今回はこの赤くて素敵な車両を紹介したいと思います。箱はざっとこんな感じですね。イベント限定車両特有のシンプルな色使いになっていて、今回の車両の概要はこんな感じ。500型電車は1957年から地下鉄丸の内線で活躍していた車両です。真っ赤な車両と側面の白帯に波状の模様が特徴です。02系の登場により置き換えが進み、1995年に全廃となりました。しかし一部の車両はアルゼンチンのブエノスアイレスに譲渡され、現在も活躍しています。さあ、では早速見ていきましょう。真っ赤なボディが特徴のかっこいい車両ですね。では登場です。はい、まずは後尾車ですね。そして中間車、最後に先頭車です。はい、こんな感じで3両で揃いました。それでは先頭車両から見ていきましょう。はい、それではくるっと見てみます。デザインがね、すごくレトロ感のあるデザインで、なんといっても目立つのはこの赤いボディカラーですね。本当に何とも言えないかっこよさがあります。行き先の表示は荻窪になってますね。続いて中間車もくるっと見ておきましょう。こんな感じになっております。先頭車と同じような感じで、真っ赤なボディカラーにかっこいいデザインになっております。それでは最後に後尾車くるっと見ておきましょう。基本的なデザインはね、ほぼ先頭車と同じで、違いといえばここの番号ぐらいですかね。それでは電池を入れて走行させる準備をしていきましょう。電池の入れ方はよくあるタイプで、まずここの部分のネジをプラスドライバーで緩めます。で、緩めたらパカッと開けます。で、今回は単に電池を1本使用しますね。装着します。で、先に爪を引っ掛けて元通りに装着。あとは締めすぎないようにネジを締めておきましょう。ギュッと。はい、では電池を入れたら動作チェック。はい、 OK です。それでは連結して走行させてみましょう。ドア閉まります。ご注意ください。出発進行。